みなさんこんにちは。こんにちは。今日は昨日に引き続き血液型診断やります。今日は AB 型だよ。AB 型だよ。行くぞ。AB 型の人。はい。思い立ったらすぐ行動。ついつい張り切ってしまう。基本強がり。変なところで頑固。気分屋的な猫気質。大人数は嫌い。嫌いじゃない。言ってしまったことを後々後悔する。する。うん、どっちも。白か黒かちゃっちゃとはっきり決めたい。どっちも。話してる途中で話題が変わる。変わるよね。あれこれ指示されるのが嫌い。思わぬところで几帳面さを発揮。何かにハマった時の熱意は異常。自己表現が苦手。どっちも。嫌いな人はとことん嫌い。そうでもない。好きな人はとことん好き。そうでもない。なんか寂しい人。気を許してない人はあまり喋らない。そうでもない。喋れる。適当なふりをする。ない。真剣なふりをする。でもちゃんと考えてる。一応考えても。一応ね、一応。頼りにされるとかなり嬉しい。AB 型同士の妙な絆を感じる。よく分からない。AB っぽいね。喜んでいいのか分からない。嬉しくない。他人を分析するのがまあまあ好き。好きかも。ということでした。いかがでしたでしょうか。これは結果は、結果はズーさんが AB 率が高いということで、丸が多いと AB 率が高いということですね。そうですね。はい、はい、ということで2人は A 型なので、はい、何でも意味ないんですけども。そうですね、はい、丸が多いと AB 気質っていうことですね。はい、はい、なので A 型なんで AB 型の気持ちは分からなかったということですね。でもズーさん丸が多かったですよ。だいぶ分かってたでしょ。ということでした。バイバーイ、はい、さようならー。